したら、みつるさんは、名電に。そうですね。入って。はい。競合に。いやどうですか。もう忘れもしれないですね。3.25。はい。あの、ユイのあの、チェリーが発売されてすぐだったんですけど。もう憂鬱ソングで、その歌が。もう今でも聴きたくないですから。あの、もう本当に、入寮はい。して、もう生活が野球だ、野球が生活だってやっぱ、常々言われてるぐらいなんで、はい、もう寮生活も、まあ上下関係もびっしびしなんで。ああ、そうなんですね。もう片や、はい、この田舎の大将で、はい、はい、行ったわけなんで、はい、もう出鼻くじかれましたね。ああ、そうなんですか。最初は生活の適応というか、はい、先輩に、もうね、友達感覚だったね、今までは。ああ、なるほど。はい、何々食うみたいな。はい。サメ語で。そんな感じで入ったんで、最初はもう結構目つけられたりとか、あの調子乗っとんなとか、はい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 、田舎も丸出しでしたよね。あ、そうなんですね。そこ最初苦労しましたし、はい、あとその2年連続甲子園に行ってるタイミングだったね、名電は。でもあれですよね、どの上どの上さんの弟さんの直光さんが2年3年で甲子園に行かれてて、はい、もう一番今勢いのあるタイミングだったんで、はい、すごいやっぱいい選手が同期に集まってきて、はい、で同じピッチャーで、はい、世界制覇した、はい、日本代表の日本代表でボーイズリーグの世界選抜のエースが入ってきたんですね。久野嵐っていう、はい、超有名な中学の大スター選手が入ってきたもんなんで、はい、それ知ってたんですか。あ、知ってました。だからもうその同期とか、はい、その先輩からお前もうエースは無理やろみたいな、最初そういうところから、お前なんか、ね、その田舎の中学軟式が、はい、ここで活躍できると思うなよぐらいの雰囲気でしたね。へえ。最初はそのメンタル的な挫折というか、はい、俺偉いとこ来てもうたみたいな大丈夫かこれそんな感じでしたし、まあ、親も、まあ、あんたはそのもう目立たんように怪我なくとりあえず3年間やればいいから、はい、もう期待してないからぐらいな感じでやったんで、最初そんな雰囲気でしたね。そうですか。じゃあ結構、はい、ルールも、寮のルールとかも、ありました、結構あるんですか。いっぱいありましたね。いっぱいある生活で、まあ、少数なんで45人なんですけど、はい、15人かける3人でもう大部屋でみんなで寝たり、はい、みんなで食事したり、1年生はね、この学習室から出ちゃいけないとか、あ、いろんなルールがやっぱ1年生ならではのあったりして、はい、うわぁ、すげえなと思いましたね。じゃあもう普通に試合とかっていう、出る、試合に出るとか、そういうレベルではないんですか。ただ、あの名電でいいなと思ったのが、はい、いきなり出れるんですよ。あ、練習試合は。あ、そうなんですか。はい、やっぱり B 戦とかにはすぐ出させてもらえたんで、はい、人数がやっぱ少ない分、はい、そこでまあ、ブルペンも含めて、はい、結構調子というか、あ、うん、投げれる自信はあったんで、なるほど、野球ではそこそこいけるなと、うん、エース争ってもいいんじゃないかって、あ、内心では思ってましたね。はい、うん、なるほど。そんなに遜色ないぞと、あ、あ、あ、という感じでした、ね、なるほどですね、うん、で、あれですよね、その夏、はい、甲子園出るんですぐですよね、はい、ちょうど僕が、そうですね、あの、はい、戦った相手です。柴田君とか、そうです、そうです、第3年生が、そうです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 。3連覇目ですね、夏の愛知。そうですよね、はい、もうその時はもうメンバー外で、はい、そうなんですよ、結構いい線まで行ってたんですけどね。あ、そうなんですか。夏大始まる前まで練習試合含め割とあの A でも投げさせてもらってたんで、へえ、下手したらベンチあるんちゃうっていうぐらいの期待はしてました、ね。ああ、そうなんですか。ただまあ3年生中心だったんで漏れちゃったんですけど、はい、まあ、甲子園はスタンドで、はい、スタンドで、はい、応援して応援してましたね。次来年こそはってっていう感じなんですね、はい、なるほど、うん、でどうですか新チーム、あの、翔馬さんの方にこう入って、はい、まあ言ったらもうあれですね、1年生しかいない、あ、違う、2年生もいるのか。そうです、1年生だけですね。じゃあまあ変わらずですよね。もう変わらず。メンバー変わらず、そのまま、秋の大会とかも、どうですか、もう普通に。そうです、普通に。大躍進していった夏。夏で、その時の、多分、春季大会。はい。で、
結局その県大会に出てないんですよ。あ、なるほど。そのブロック予選みたいなんで、のこの終わりの大会、はい、地区大会、地区大会で結局その勝ち上がられた県大会に出れない、はい、でトーナ、リーグか、リーグ戦は、まあ、勝ったんですけど、はい、結局そのトーナメントでその県大会のバックがどれが勝ったんですけど、まあそれも結構自分のなんていうんですかね、冒頭で負けたんですよ。おお、なるほど。自分がホーム間に合うと思って切り返してバーン投げたら、そのバックネットバチェーンって言って大暴投ですね。やったと思って、でそれで結構負けて、はい、それ負けて、うわーと思って、でもこれ甲子園に全部つながるやつなんだよなと思って、はいはい、やばいなと思ってじゃあもう早、もうめちゃくちゃ早い段階でもう秋終わって、秋終わってます。もう長い冬になるってことですよね。長い冬になるそうですよ。じゃあちょっと自分がだいぶあれですね、なんか夏なんかすごいいい感じで引っ張ってきたけど、秋はちょっと自分のせいで負けちゃった。負けたのがやっぱあったんで。そうですよね。そうですね、まあ、自分はどっちかというと守備はもうザルだったんで、はい、でもバッティングしかなかったんで。なるほどなるほどなるほど。本当にあとはもうチーム的にも1、2年生で、まあ、そのほぼもう全部新チームなんで、はい、なんでもそのままやっぱチームでどうやって上げていくかとかしか考えてなくて、うんうんうん、なるほどですね。でじゃあその夏とか、はい、最終はどこが一番最高になるんですか、成績で。成績は、はい、でも1年生が一番最高。あ、そこがもうそこが一番最高でした。こうですか。で、そうですね。で、自分夏、じゃあ、その冬編、はい、入った時に自分足折ったんですよ。ほうほう、骨折。骨折して、で、その時に、うわどうしよう、何やろうと思って、はい、ウェイトめちゃめちゃやったんですよ。あ、へぇー。で、最初、60キロぐらいしか上げなかったの。はい。一冬超えたら、110キロぐらいです。すげえ、なに、ベンチですか。ベンチです。おぉ、すごっ。いらなかったもん、確かに。いかついっすね。バチバチになっちゃって、もう仕上がりますよね。上めちゃめちゃマッチョだけど、下なんか本当になんかつまようじみたいな感じのなってて、アンバランスな感じ、アンバランスな感じになっちゃって、なりでも、まあ、ちょっと、まあ、自分なりはレベルアップして、まあ、一冬越したかなっていうのは、はい、あったんですか。で実際どうなんですか、その夏とかその辺は結構やっぱバッティングは、まあ、バッティングは引き続き、そうですね、まあ打ってはいました。でもやっぱりそのやっぱ学年上がってその2年生になって3年生もう負けたら終わりじゃないですか。はいはいはい、はい、特にやっぱりなんかこう1年生の通りにやっぱなんかちょっとこうメンタル的にもちょっとできてなかった部分はなんかあったなと思って、やっぱその責任感じゃないですけど、ちょっとあれなんですね、プレッシャーも感じながら。あ、そうそうっていう感じですよね。ただその1年生だけだったんで結構怖いものないじゃないですか、はい、はいはいはい、失うものがないと、はい、だそれで選手はやっぱどっちかというと1、2年生が結構パーって行ってたのは、まあ、勢いでいける。そうです。なんか後々思ったらもうそれはあったかなっていうのがあって、で 2年生になった時は3年生これ負けたら引退なんだみたいな、はいはいはい、そういうのはあって、でいざ自分たちの代になりました、はい、余計ですよね。余計ですよね。それがはいありました。自分たちの代になった時はなんかそういうキャプテンとかそういうのですか。いや、キャプテンそういうわけではないんです。自分キャプテンタイプじゃないんで。あ、じゃないです。なるほど。いや、もうずっとキャプテンで。あ、そうなんですね。へえ。やってました。みつるさんの方は、はい、そのまあ甲子園終わるじゃないですか、はい、でそこからはもう試合も出るような、うん、まあそうですね、1年秋はもうメンバー入って投げてはいましたね。ただ県は優勝か準優勝か忘れましたけど、はい、東海大会出場したんですよ、ね、はい、その後選抜にね、はい、向けて大事な試合だったんですけど、その前ぐらいにその県の準決決勝ぐらいでユニフォームを寮に忘れちゃったんですよ。なるほどなるほど結構やらかすはい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 、もうねえじゃんと言って、はい、で急いで寮の監督さんの奥さんに電話して、
あの撮ってきてもらって、はい、それがまあ監督さんにバレてしまって、あバレて、まあまあそうですね、そこから干されましたね。あ、そうなんですか。だから一夜きの東海大会はメンバーもおりましたね。あ、そうなんですか。だから、まあ、選抜のために勝ってほしいってスタンドで応援しながら、はい、だけど、まあ、どっちかというとそうみたいな、はい、俺が出てない試合つまんねえな。なるほどなるほど。そんな感じで複雑な心境で応援してました。なるほどですね。うん、でまあ負けてしまったんですけど。ああそうですか。はい。ちょっと、うん、よしよしみたいな。まあ、っていうのはやっぱり見ない、ね。まあ、まあありますよね。ありますよ、ね。俺のいない甲子園はちょっとダメだみたいな。はい、なるほどなるほど。そんな感じで、まあ長い冬連でしたね。ああそうなんですか。つらかったですね。エーデンの冬ってどんな感じですか。走るんですか。いやまあサーキットトレーニングがすごい有名なんですけど。冬でタイヤ押しとか、はい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 、まあ、いろんなトレーニング、はい、それがもうつらかったですね。ああそうですね、うん、まあでもどうなんですか、練習は基本やっぱあんまりしたくないタイプなんですか。まあ結構その時はまだ、うん、抜きながらやってたかもしれないですね。そんなについてくのにまだ精一杯で、ああっていう感じなんですね、うん、まだ体もできてなかったですね。はい、あそうなんです。ご飯は結構食べる方でしたけど、はい、そ練習は結構大変でしたね。ああそうです、まだ慣れてなかったです。へ、うん、ピッチャーの中でポジション的にはそうですね、もう結構じゃあ次行きたい、そのさっき言ってらっしゃった、うんうん、日本代表になってた、あ、はい、の彼のが一番若かったですね。ああそうです。彼が10番だったら僕11番、11番とかそんな感じで、まあその同期の中ではまだ彼の方がちょっと上で、上でしたね。なるほど。東海大学も投げてましたし、ああそうですね、うん、悔しい思いをしてましたね。なるほど。その時は、はい、なるほど、うん、で、夏はどうですか、メンバー入るんですか。2年ですか。はい、2年春は、はい、同じく2年春夏両方とも入りましたけ、はい、でも、まあ、中継ぎがメインだったんですよね。たまに先発ぐらいで。なるほど。まあ、基本はもう A で、はい、ずっとそう、その久野と僕がうん、まあ、その上1個上の先輩結構同レベルだったと思います。ああそうなんですか。はい、誰が一番つけてもおかしくないっていう感じです、ね、はい、切磋琢磨してましたね。で、自分たちの代になるんですよね。そうですね、2年の夏負けてしまって、2年のは新チーム、はい、僕らの代ですよね。そうですね、うん、もう選抜目指してやるわけですけど、はい、そこで負けちゃったんですよ、僕の先発した試合で。あ、そうなんですか。背番号10だったんですけど、はい、愛三大工業、はい、まあ、セカンド志学の、はい、4対3とかで、あ、接戦の末負けてしまって、僕同点にまで行って途中でその雲に変わって、まあ、彼も打たれてしまってさよなら負けみたいな、はい、あ、そうか、選抜絶望みたいな、絶望、うわラストチャンスだな、3年生の夏しかねえなと、はい、だから自分ではまだ甲子園の土は踏んでない状態ですね。そう、 そうですよね、うん、なるほど。夏はじゃあ、はい、最後の夏はそうです、ね、どうですか、まあ、一番取れるんですか。2年のもう秋その負けてからもう心を入れ替えまして、はい、あ、そうなんですか。もうこ人生で一番頑張ったんじゃないかな。おそこから3年の夏までの生活というか練習に対する姿勢っていうのは、はい、自分の野球史上一番頑張った自信というか。それ何が変わったんですか、うん、やっぱり背番号1番はまだつけてないわけじゃないですか、はい、1番になるためには全てを1番にしなきゃいけないと思って、お勉強もそうですけど、はい、テストとか、まあ、あと普段走る時も、はい、一番最後に出て全員抜かすみたいな。おその朝ランニングあるんですけど、はい、10キロぐらいの一番最後に出て全員抜かして1番になるっていうのを日課にして、とか、まあ、あと運を味方につけるためにこう率先してこういろんなじゃんけんとかも含めて、はいはい、前に出て、はい、そこでこう勝ち癖をつけるって。なるほどなるほど。本当に不思議と勝ててくるんですよね。勝ちにこだわる。勝ちにこだわる。で一番最初とか一番多く食べるとか、はい、あ、一番投げ込むとか、はい、全部一番にこだわって生活を見直しましたね。そしたら一番取れたんですか。取れたんですよ。なるほど。はい、もう3年春とかはもうみんなにこう変わったねと言ってもらいましたし、球も速くなったし、練習試合もほとんど勝ったんじゃないですかね。
ああそうなんですか、はい、もう負けた記憶ないぐらい、点もほとんど取られんかったですね。あそうなんですか、うん、じゃあ、まあやっぱりその気持ちなんですね、おそらくありましたね、もうこのまま2桁で最後夏迎えたくない、ね、やっぱ地元の皆さんも応援してくださってるんで、はい、あと親にも最後は、はいはい、いいとこ見せたいっていう気持ちで、はい、そこはこだわりましたね。なんかあれですね、その中学校までは楽しく野球できたらいい、なんやったら勉強やっとけばみたいな感じからそこに行くのが変わるんですね。そうですね、もう振り切ったというか。すごいっすね。このまま中途半端あかんぞと。はいはいはい、はい、もう出しまくりましたね。へー、出せるもん全部出しました。あ、そうですね。翔馬さんの方は、はい、最後夏ですね、はい、夏はもう結構どうですか、もう勝てそうみたいなところになってるんですか、チーム的には。チーム的にはまあ確かにその後輩とかも入ってきて、はい、まあ、いいピッチャーの子も入ってきたりとかしてて、うんうん、でチーム的にはまあでも4強とかにはまあそのやった時にはそんなまあ引きを取らないチームなのかなっていうのは、あな、まあ、そこまではなってるかなっていう、あ、すごいですね、感じですかね。僕らのもあれですけど、1個下にプロに行く選手が2人いたんですよ。2人って、ピッチャーの方が伊藤大一郎っていうので、はい、まあ、育成でソフトバンク、はい、なんであの千賀とか、はいはいはい、と一緒に海とかとその同期ので育成の1巡目で入った子、であともう1人が、松沢っていう、はい、まあ、自分らの代で3番ライト守ってた子が、まあ、大学へって香川のオリーブガイナーに行って、はい、ジャイアンツに入った子が、はい、育成育成で入った子が入って、じゃあ戦力としては、はい、そうす、結構力ある子が集まってきた、そうですね、タイミングでしたよね、うん、そのお二人はその間なんかこうコミュニケーション取ったりするんですか。もういやほぼ取ってない、取ってないですね、取ってないんです。たまにその帰省で帰ってきたタイミングで、はい、でオフ重なった時に何かちょろっと何かこうあったぐらいで、もうそれ以外は全然。ああ、そうなんですね、まあ、やっぱり寮生活じゃないですか、はい、たまに帰った時はもう野球から一切こう、はい、離れたい、もうあのね、癒しを求めたので、ね、だからこんないがつやつは会えないですよ。バッキバキですよねっていう感じで、まあ、まあ、ライバルですしね。まあそうですよね、県内。高校時代県内。そうですよね。あんまり接点はなかったかもしれないです。なるほど。うん、でもそんな二人があれですよ、最後の夏戦うっていう。そうなんですよ。これがもう。何回戦のタイミングなんですか。3回戦。僕らは初戦ですね。あ、そのシードで。うん。で、2回勝ち上がってきてます。それなんかそのトーナメント表見た時に、おみたいなあるんですか、ここ当たるんちゃうみたいな。僕はまあ同じブロックやな、2回勝ったら当たるけど勝てるかなって。なるほど、勝ち上がってこれるんかな、ちょっと上からですね。なるほどなるほど。自分はもう見た時にうっしゃと思って、はい、目でやれると思って、ねえ、なるほど、もうここはもう絶対勝つし、はい、でもうとにかくもう目でんかと思って、おい、やできると思って、もうそのりでしたね。なるほど。その先考えてないんで、はい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 、はい、甲子園、まあ、甲子園は考えてるんですけど、はい、ここはもうすっ飛ばして、もうここの名電だけ、はい、もうこれだけ倒したろうと思って。なるほど。しかも、みつるさんですし、そう、みつるがいて、みんなもうエース取ってるんですね、はい、はい、いやもう、行ったろうと思って。なるほど。意識してたんだ。意識はしてたんですけど、なんであの野球ノートに今でも覚えてるんですけど、もういつもこう、一行ずつこうやって書いてるんですけど、はい、その名電の、これ、あれ、1ページこれで書いてて、はい、で、最後、その名電とやる前日の日は、うん、もう、この一マス全部名電倒すだけしか書いてない、もうそんだけ思いつよかったっすね。でもそれだけ書いた覚えがあります。実際勝ち上がってきましたしね。そうですね。バカスカ打ってました。あ、そうなんですか。もう40分ぐらい、あ、その通算、うん、この時で、この時で、ちょうど40本、40本打ってて、通算もう結構、でもそれだって県内でもう有名なんじゃないですか、予防
もう愛知最多でしょ。そうですよね。それでもう屈指のスラッガーっていう感じですよね。その話はもう聞いてましたね。ああ、そうなんですか。うん、あいつ40持ったんか。へえ、すげえ。うん、すごいっすね。勝ち上がってきましたね。で、どうですか、こう実際戦って、その時も光留さんが先発、うん。先発でしたね。初戦の大事なとこだったんで、監督が僕を立ててくれて、先発はエースでいくってこと。で、昭和さんも4番。4番で。うわぁ、痺れますね。最初その試合前にアップで球場外でこう散歩とかするんですけど、そこで鉢合わせて。あ、鉢合わせたんですか。はい。で、僕も意識したくなかったんで、はい、まあちょっと挨拶ぐらい軽くしようかなと思って、はい、おぉ、まさか当たると思わなかったなって言ったらもう、とんでもない。鼻息荒くて。あなんだ殺されるんかなと思って。そんくらい切り立ってましたね。そうなんですね。ピリピリな雰囲気を感じて、僕はこいつ倒しに来とんなと思って。いや話したらダメだと思ったんで。ああ、そういうことですね。眉毛、こんなの。帽子カクカクで、袖まくって、やるぞみたいな。怖かったですよ。